はい、じゃあ確認させていただきますね。はい。はい、じゃあ数えますね。これで200確認できました。はい、200と、はい、230だと、950円の230枚なので、はい、218,500円。ちょっと待って、こんなごちゃごちゃしないで、先に渡してからこうってしましょう。じゃないと、なんか、いや、だけ、とにかくうちが出しますから、うん。そうしましょう。でないと、なんかごちゃごちゃしたらいけないんで、うん。ね。そうですね。で、これを今日出汁で変えられるんですね。はい、わかりました。うん。そうそうそう、一個ずつしましょう。うん、その方が。小銭やったらいいけど、うん、で、これが出されるのに441,800円かかりますので。441,800円ね、はい、なので、あの、うん、ちょっととりあえずもうこっちを先にしましょうね。そうしましょう。で、こ、うん、で、これにごめんなさい、お名前と、うん、ここが私の証明書いいですか。いや、もうこれで大丈夫です。はい、はい、どちら、ですね、まずご住所とご職業、うん、お名前、生年月日で、生年月日をきちんと書いていただかないとご本人確認ができないので、うん、ちょっとそこお願いします。上で書いていいですか。
住所。あ、いいですよ。ごめんなさい。うん、いや大丈夫です。で、これがね、昭和って意味なので、ちょっとここ引っ越しつけますので、はい、うん、ごめんなさい。日本ですか？あ、そうです。日本の年号なので、うん、そうですそうです。バッチリです。それで確認取れます。すいません。はい、はい。わかりました。はい、バッチリです。はい。で、ちょっととりあえずあの。円から218,500円だから、はいはい、いただくのがこの金額になります。でここは、まず190,000を引いて、うん、で多分持ってきてないからこれ預けていいですか、うん、あ、そういうこと、はいはいはい、じゃあこっち先に計算してから、ね、多分足りない。じゃあ ここを引いていい、190,000、まあ、私はそれを190,000引くよね、はい、じゃあこれ多分とこれこれ預けていいですか？計算してみて、足りないまだなんか。いや、足りると思うけどね。計算してみて、前預けたこと。うんうんうん。おろ、ね、銀行料じゃないと足りないです。いいよいいよいいよ、待って。大丈夫よ。うん、プラスなると。うん。足りない。いや、大丈夫じゃないかな。ここまだあるね。あ、そう。うん、よかった。うんうん、ありえない時ね。うん、大丈夫ね。2個で行きます。うん、うん、OK、OK、OK。大丈夫です。待って。うん、大丈夫。で、うん、ああ、そうね。うん。うん、35,000円出るから大丈夫そうですよ。でここ今いくら足りる？さっきほら33,000いくらって言ってたじゃん。だから足りますよ。あ、足りますよ。足ります足ります。今4点ですか？4点、うん、4点、12,000、これで大丈夫ですよ。あの、これで大丈夫。はい、うん、ならいいです、うん、じゃあこれ一口で預かっとっていい？はいはい。じゃあこれ先に、うん、スムーンと、うん、バラバラになります、うん、わかりました。これ預けたことはありますか？はい、わかります。じゃあこれで預かりますね。はい、 OK です。そして、ね、これで銀行に。ちょっと待って、これはちょっと待っとって。そうそう、これまだこっちでも、そうそう、自分で持っとんて。すみません。いいえ、見たことない、ごめんなさい。うん、じゃないとほら、なんかごちゃごちゃするけん、ね、ちょっと待ってね。ごちゃごちゃ、うん、私が悪いんじゃない？いえいえ、大丈夫。これで、うん、そう、前預けたことがある。大丈夫大丈夫、心配しなくても大丈夫です。はい、西日本銀行またもう1回行かない。いや、大丈夫大丈夫、あの、出しに行かなくて大丈夫大丈夫。あの、いくらあの金がね、プラチナ去年ね下がったけど、ちゃんと持ち直してるので、はい、今回は大丈夫ですよ。きちんとできますよ、はい、これで、うん、はい、去年だとね足りないって言ったかもしれないけど、はい、うん、今は上がってるから大丈夫、うん、はい、だから、はい、逆に、はい、なんだっけ、うん、それを、はい、だから33,100円だったから、うん、33,100円だったから引くの35,000円だから、逆にこっちが1,900円渡すって感じで、ここも、あ、それはもうもらっていいね。わかりました、いいですよ。だから、100円もらったらもう2,000円って渡しますけど、はい、いいですよ、うん、そうしましょうか。はい、いいです。うん、100円だけ？うん、100円でいいですよ。ね、じゃあ100円を出します。はい、で、それの、で、それの19万。
あ、ごめんなさい、3万3300円だ、3万3300円って3万5000円からやったら、1700円、これちょっと関もう関係ない、もう1700円渡しますなんかあれやった、あの、うん、間違ったの、そう間違った、あと300円とかやけ、もういいです、ね、1700円渡します、はい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 、うん、はい、どっかに大丈夫、今の何やりとり、あの書きましょうか、何とか、うん、だから今のやり取り全部いいです、大丈夫、もう入れてるから頭、本当よ、うん、でもちょっと変えときましょうか、まあ、頭いいの分かってるけど、いや、うん、頭悪い、いや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 、だけん、あの一応いいです、いいです、待って、全部で4つですね、うん、あ、分かりました、いいですよ、書かなくても、いやいや、そう言わずにで、キャッシュを、うん、キャッシュを19万もらったってことね、うん、でしょ、なので、あ、それで、あの、あれね、あの、七、あの、貴金属、うん、貴金属が3万5000円だったから、うんうん、ね、なので、時計を44万1800円から21万8000円、ね、から21850を引いて、で、パスの、引くの19万。で、これを3万5000円から引くから、うん、なので、700円、うん、これ、わかりました、うん、よろしいよろしい、ね、それだと分かりやすいよね、ご親切、いやいやありがとう、いえ、暑いですよ、外ね、すごいよね、あ、一番暑いです、多分あと2、3週間暑いでしょ、多分ね、だから仕事一番楽ね、あ、だけどね、今度はね、あの、あれなんよ、あの、なんだっけ、じーっとしてるから体が大変になる、あ、逆に、あ、逆に、あの、汗がね、そうそうそう、だからそういうのでね、熱中症とかも結構気をつけとかないと、あ、そうですか、そうそう、それもありますね、ありますよね、うん、でもエアコンの中はなんか長袖の方がいいみたい、そうそうそう、乾燥でしょ、そうで、逆にちゃんと汗をかくような何かをしないと危ない、うん、で時計出してきます、はい、はい、長袖がいいかも、そうそう、だからもうこんな感じですよ、そう、うん、じゃないと体はね、で、水もたくさん飲まないといけない、そうそうそう、本当に気をつけてくださいよね、私歩くが好きけれど今暑いからね、マスクずっとしてなかった、ごめんなさいね、なんかマスクしてなかったかもしれない、ごめんね、何マスク、私どうした、なんか忘れてたかもしれない、
今暑くて。してない、してた？私感じない。あ、感じない。ごめんごめん。私はね。なんかね、あの中でしてたら具合悪くなるから外してるわけで。大丈夫。私も一回でも済んだんです。なんだ？あ、すんだ。ああ、私1回だけまだ。私独自欲しいんですよ。あ、本当は若く見える。若い。おばあちゃんよ。おばあちゃんじゃない。とてもおばあちゃんに見えない。2回持ってもすんの。2人。これね、もう今ね、すっごく高くなってるから、もう大事にした方がいい。うん。これすごく今お宝ですよ。重いでしょ。でも、お宝、ただ、もしいらなくて売るんだったら、今すごくいい時だから、すっごく上がってますよ。次はね、これちょっと重たい。いつも別の時計買えるな。すごく値段が上がってるから。じゃあまたね。はい、どうもありがとうございました。気をつけて。